どうもー CJ のロリのお時間ですということで今日もやっていきたいと思います。 CJ のロリに絵を見てほしいというタグをつけていただくと僕が見ていくような番組になっておりますということで早速見ていきましょう。今日の一人目はなんと文茶さんです。文茶さんのこちらの絵です。どうぞ。こちらはですねコンテストの作品を挙げていただいているみたいでして、ただいま天使休憩中ということで、ポートレートでつながろう展に挙げていただいている作品になりまして、文茶さんのねこの綺麗な女性の絵新鮮ですね。これいつもちょっと面白系のユーモアのあるイラストを描かれているんですけども、こんなね素敵な絵も描かれるんだと幅の広さを見つけていきますが、こちらはハリーさんですかね。モデルさんはハリーさんという方の、写真を元に描かれていまして、お団子の素敵なファッションの可愛い女性を描かれていまして、羽もねエンジェルのような羽が、はい、とても幻想的な雰囲気に入れつつ、物のげなね女性の表情もとても素敵ですね。ちょっとギャップ萌えな感じの素敵な作品だと思います。ぜひですねこちらの元の絵も元のモデルさんの写真もとても素敵ですので、気になる方は見てみてくださいということで次に行ってみましょう。次は出ましたこちらドン、我らがマネージャー恵子さんですということで、ジェリーブロッサム桜ということですね。桜のイメージのイラストを描かれております。前回も挙げていただきました。今回は、桜のピンクの雰囲気の素敵なイラストですね。今回も白くて透き通るような、美しい女性の描写、今回はですね正面向いたポートレートになりますね。表情もとてもこうハッとするような表情をされている一瞬をうまく表現されていて、とても可愛らしい女性ですね。白い肌に、頬を赤らめるような描写が女性らしさ素敵に演出されていて、らしさ出てらっしゃいますよね。いろんな想像させるような一枚じゃないでしょうか。ありがとうございます。そして次に行きたいと思いますが、次はこちら。こちらは田村美香さんの作品でございます。田村美香さんのイラスト、春のイラスト、伸ばす夢とかって掴んだ時より手を伸ばしてる時が幸せなんじゃないかと思う最近、前はそんな風に思わなかったからいいとか悪いじゃなく価値観って少しずつ変わるものだなと思う、いくつになっても夢かっこ楽しみに思うことは持っていたいなと思う今日この頃、手を伸ばしてみる夢見る人たちみんな応援してる、皆さんの夢は何ですか。私の夢はかなりほど遠いけど女性誌や暮らしの雑誌などの挿絵を描きたいと、オーガニック化粧品のパッケのイラストを描きたいと、そして一番なるべく早く家の外壁の塗装を直したい、メンテ150万だって以上3つ、いつか叶ったらいいなということでした。夢ですね、夢に向かう、手を伸ばしている時の、素敵な描写だと思いますが、こちらね田村さんらしい、タッチと色使いと優しい世界観に、鳥ですかね、希望という名の鳥みたいな、素敵な鳥に手を伸ばして噛もうとしているその一瞬ですかね。この花は何なんですかね、なんて、あ、ミモザだ、ミモザの、花なんですね。ミモザってなんか花言葉ってあるの。ミモザの花言葉は感謝、秘密の恋、感受性、思いやり、友情、優雅、たくさんの意味を持つんですね。なんかミモザの人がだったっけ。なるほど、そうだ、3月8日のミモザの国際女性デーの流れで書かれたんじゃないでしょうか。夢が3つあると、女性誌などの挿絵、化粧品のイラスト、そして外壁塗装のメンテこれ超現実的です最後だけ雑誌の挿絵とかね、パケのイラストとかもね、玉田さんの絵柄とても素敵なのでアピールしていけば全然あるんじゃないでしょうか。応援しておりますということで、次の作品に行きたいと思います。次の作品はこちら、お豆さんですね。お豆さんのイラスト、新しい iPad が来た、
今までありがとう、今までの iPad じゃんじゃん隠そうということで、新しい iPad が来た、これはお豆さんなんですかね大切に、持っている iPad の裏にも絵が描いてあって素敵ですね。新しい iPad を新調されて、これからも気合入れて作品を描いていくということなので、とても期待しております。こちらの絵も、つぶらな瞳でこっちを見つめる可愛らしい女性ですね。色合いもとても素敵で、色の塗り方がねリアルでなんか質感があっていいですよね。お豆さんにしては結構落ち着いたトーンというかね、暗めのトーンなんですよね。新しいアップは結構期待感っていうのがこうちょっとこう落ち着いたイメージの感じで、ちょっとギャップを感じた作品ですね。静かなる情熱というか、逆に本気度を感じるようなね、素敵な作品じゃないでしょうか。お豆さんありがとうございます。それでは次は今回最後の方はこちら、タイニーさんです。タイニーさんのミミちゃんとジルくんかな。 I play like this when I was little、 ということで、小さい頃こんな遊びしてました。これちょっとね、ライブ配信でもね、ピックアップさせていただいたんですけども、二人がね、ピクニックに行って、A list of things we need ということで、必要なものはこちらですと。四つの傘と、ピクニックブランケットと、サムスイーツ、サムトイズ、ちょっと、お菓子とちょっとのおもちゃというものを持って、ブランケット引いて、傘を立てて、オリジナルのテントを作るっていう遊びをされてたというね、そういった可愛らしい昔話の作品になっております。とても可愛らしいんじゃないでしょうか。いつも二人がね、物語性があっていいですよね。タイニーさんの人も素敵な世界観がよく表現されてるんじゃないでしょうか。皆さんいかがだったでしょうか。はい、ということで今回はこちらの5名の方をご紹介させていただきました。これからもね、どんどん紹介していきますんで、皆さん応援のほどよろしくお願いします。ということで CJ のロリでした。またね。